はい、トモです。今回は前置詞、例えばですね、at とか in とか on とか、あと behind とか beside とか、そういったものをイメージで簡単に覚える方法、あと練習方法はまた別のビデオで撮ろうと思いますけど、それを紹介しようと思います。まずですね、there is の練習をすると、場所を示すときによく使う前置詞っていうのがあります。場所をで使うパターンですね。例えば、ここに銅像があります。there is the 竹光 statue。 statue っていうのは銅像、像のことですね。 there's the 竹光 statue in the park とか at the park っていうふうにして言います。で、in なのか at なのかっていう、まあ、イメージがあると思うので、これはこの動画の後にちょっとまとめてダイジェストで、撮っていこうと思います。で、まず in と at に関して言うとですね、in でもいいし at でもいいんですね。 at っていう時は例えばどこどこでって場所を示したい時ですね。例えば see you っていうのはまた会いましょうねっていう時は see you って言います。で、じゃあカフェで会いましょうねっていう時は see you at the cafe っていう風にして言います。で、公園で会いましょうねっていう時は see you at the park っていう風にして言いますね。じゃあ in でも正しいんですね。じゃあなんでどっちも正しいかというと意味が違うわけですね。で、 in はどういう意味かというと何かの中にっていう風にして言いたい時ですね。 at はもうちょっとちっちゃな空間、 in はもっと大きなイメージですね。なんか中に入ってるようなっていうのが少しニュアンスが違います。例えばですね、公園の中で、会議をしましょうってもし言いたいとしますね。そしたら公園の中で会議をするって少しちょっと特別ですよね。普通会議って会議室とかでやるので、公園の中で会議をしましょうっていう風にしてなるときは Let's have a meeting in the park ってなります。 in になります。で、普通にじゃあ、公園で会いましょうって単なる場所として示したいときは See you at the park っていう風にして at になります。これが at と in のちょっとした使い分けになります。はい、それでは at、on、in の場所の単位を説明します。 at が一番小さくて on がその次、 in が一番大きいという順番です。 at は例えば駅でっていう時は at the station、 at the school 学校で、カフェでっていう時は at the cafe という風になります。例えばですね、何々がありますの there is のパターンで there is a train at the station、 駅には、電車がありますっていう感じですね。 there are ですね、 students、 there are students at the school、 学校に、生徒がいますというふうな感じです。その次に、大きな単位なのが on です。 on the street、 例えばまた会いましょうという時は see you とかですね、会いましょうですね、またじゃん、 see you on the street、 ちょっと通りで会いましょうねとか、で、通りに名前がある時は on Sesame Street みたいにして see you on Sesame Street、 Sesame Street で会いましょうみたいな、 see you on the corner、 角で会いましょうみたいなですね、が on です。で、その次に一番大きな単位、それ以上になってくると in になります。in 東京とかですね、 in Japan とかですね、 in 熊本 City とかですね、 in the world 世界中でとかっていうのが一番大きな単位です。で、at を使うパターンと in とどっちも使えるっていうパターンがあります。で、それがどう違うのかっていうのをちょっと今から説明していきます。例えばですね、私はどこどこで働いています、例えば学校で働いていますっていう時は I work、 なんで in を使うかというと、学校という組織の中で働いているっていう時は I work in the school ですね。普通はどこで働いているかっていうのは組織を尋ねることが多いので in を使います。オフィスで働いているっていう時は I work in the office になります。駅で働いているっていう時は I work in the station になります。すると、この at the station とか at the school とちょっと違ってきますね。じゃあなぜそういう at the school ということもできるかというと、例えば I work at the school って言ったとします。そうすると、学校という場所で働いていますっていうことなんですね。これはどういうことかというと、もしかしたら、自分がですね、建築屋さんか何かで学校に常駐してですね、学校を修理していると。っていう時は自分の所属は建築屋さんなんですけど、働いている場所が学校、学校という場所で働いていますっていうことができるので I work at the school っていうことができますね。例えば自分がまた建築屋さんで、駅で何か修理をしていると、
なので所属は建築屋さんだけれども働いている場所が駅っていう時は I work at the station っていうふうに言うこともできます。なので、at と in がそういうふうに違いがありますよと。で他にも at の例で言うと、例えばですね、電車の乗り換えで東京駅で乗り換えをしないといけないっていうような時は東京駅というのをこう一つのポイントとしてみなすわけですね。その時は東京ステーションで乗り換えっていう場所を指すので I change a train at 東京ステーションっていう風になります。 I have to change a train at 東京ステーション at 東京ステーション I have to change a train at 東京ステーションという風になります。片やですね、 in を使うこともできます。 in 東京ステーションということもできます。これはショッピングをもし仮にするとしたら、東京駅という中でショッピングをするとしたら in を使うことができます。例えば I do some shopping in 東京ステーションっていうと、東京駅の中で私はショッピングをしますっていう時は in を使うことができます。